シャンベーケスムニダ、uh, マンナソパンガフスムニダ <laughs> <laughs>、uh, I can't speak Korean and I can't speak English, so、uh, today I will talk only in Japanese. Sorry.Let's、uh, start.、Uh, それでは始めます。Uh, 私の、uh, 今日の演題は GP スタイルです。Uh, 私は日本で一般の臨床医をやっておりますですのでそのスタイルの中での臨床例を今日はいくつかお見せしたいと思います昨年に引き続いて行いますので今日の演題はこうさせていただきました昨年ソウル大学の行動を使って、えー、MTA フォーラムが開催されました私もそこで少し話をさせていただきました この場を借りてバイオ MTA 社の皆さんにこのような貴重な機会を私に与えてくださったことに対して深く感謝をいたします昨晩このような会食が催されました私が非常に尊敬する月星先生と同じテーブルを囲めるということでこんなに光栄なことは今までありませんでした 私は日本の神戸市という町で科医師をやっております神戸市という町は日本のこの辺りにありますそしてこの町は北が山で南が海に囲まれた地方都市ですちょうど今の時期は町の至るところでこのようなカラフルな電飾が催されております ぜひ皆さんも神戸の方に遊びにいらしてくださいこの神戸市とソウ,ルソウル特別市を比較しますと町の大きさは同じぐらいなんですが人口が全く違いますソウルに来るたびに思いますソウルは非常に活気に満ち溢れていていつも元気をもらいますいつもパワーをもらって帰ります素晴らしい町です そんな神戸の町の中の小さなビルの中で私は歯科医院を経営しておりますあまり規模は大きくありません診療できるのはたった4台の診療台だけでその中の一つはこのような手術室を兼ねておりますこの診療室のこの左奥のあの区画で私は毎日臨床をしておりますこれが私の 愛するスタッフと、えー、私の尊敬する補鉄医である父親です、えー、私の父親が補鉄を得意とすることもあり私の歯科臨床に対する考え方は補鉄と保存修復によって、えー、機能回復と審美回復を行うそれが最終のゴールでありそこに向けてさまざまな治療を行っていくこのような考え方を持っております近年は インターディスプリナリーアプローチと言われる治療方法が日本では流行しております。この治療方法は患者さんがさまざまな歯科医院を巡りそこで専門医による最高の治療を受けることでそれを総合して最高の結果を手にしようとこういうコンセプトに基づいております。しかしもし この訪れたスペシャリストの技術力が低かったら喜びは得られないのです、okay. はいえー、私たちは歯を保存するというのが歯科医師としての最大の務めだと思っています42と5この数字が意味するものは2013年と2014年の この2年間の間での私の委員における抜髄の本数の差です、えー、この1年前は100本以上抜髄していました恥ずかしい話ですが私は今まで直接腹髄という治療はほとんど行ったことがありませんでしたそれは私の父が補鉄をする人間であり、えー、補鉄を考えますと 補鉄してクラウンを装着した後に、髄の壊死が起きてしまっては、取り返しがつかないということもあり、軟化造減室を除去しているときに、髄が露出してしまうと、その度に積極的に抜髄をしていました、えー。今日はいくつかケースを持ってきていますが、長期の症例は、えー、とてもございません。ただ、テクニカル的なことをお伝えしたいと思っています。過去にやはり失敗を経験しています。 2011年に来られた患者さんですこちらの5番のこのレジン充填を除去してクラウンにしていく計画を立てていました電気髄診断を行います生活反応がありましたそしてマイクロスコープ下でこのレジンを除去していきますそうしますと途中で髄が露出してきます そしてこの時私は、えー、まだ当時購入したばかりの MTA セメントを使って直接腹髄に挑戦し、えー、ここの周りをレジンで固めていきましたそして最終的には補鉄にしました前後の歯も含めてその間ずっと治療していましたが、えー、これは治療してから3年経過していますがこの間彼女は ずっとこの歯に痛みを訴え続けていました。私はその度に光合調整をしたりして、えー、対処していたんですが歯髄が生活反応を示さなくなったということもあり抜髄をしようと思い立ち、えー、麻酔をせずに削っていきましたそうしますと歯の内部はこのような状態でしたもう完全に歯髄は壊死しているような 状態でありそして内部から取り出した脂髄はすでに石灰化しているような状態でしたその時の脂髄の、えー、病理組織切片をお見せしますこのような状態で、えー、やはり、えー、ガ,ラスガラス用の編成をしており多くの炎症性の細胞浸順が認められました なぜこのような治療になってしまったんでしょう、えー、私は当時一生懸命治療しましたしかしこのような結果を招いてしまいましたその一つの原因はやはりラバーダムをしなかったということかもしれませんしかしもっと重要なことは当時の私の審査診断力そして治療技術全てが未熟であったということではないでしょうか そんな中で、えー、近年になって私は、えー、直接腹髄に挑戦する機会が増えてきましたそれはこの商品に出会ったからですこの商品に出会うまでは、えー、従来からあるような腹髄剤を用いたりレジ,ンの、えー、レジンを用いたりしていましたしかしこういったレジン系の材料は不器用な私にとっては非常に扱いづらいものでした そんな中で日本国内でプロルート MTA が手に入るようになり何度か挑戦するようになっていきました MTA の成績がいいということはいろんな文献で明らかになっていますのでそれは皆さんもご存知だと思いますが、えー、岐阜の渡辺先生という先生から奨励写真をお借りしました彼はこのプロルート MTA を 全歯部に使いました全歯部の直接腹髄に用いたところ黒く歯全体が黒く変色してきました同じ頃私はオルソ MTA を使っていましたやはりこのオルソ MTA で直接腹髄をしてもこのように黒く変色してしまうこういった経験をしていましたこの原因は何かといいますとこの プロルート MTA、オルソ MTA どちらにも成分の中に鉄や酸化ビスムスが含まれているために変色を起こしてしまうわけですただ同じものではないんですプロルート MTA とオルソ MTA は全く違うんですそれはオルソ MTA はバイオセラミックスですから例えばこういった体に危険な重金属が含まれていないわけです非常に安全な バイオオセラミックスがオルソ MTA です。ではレトロ MTA はどうでしょうレトロ MTA の構成成分はこのようになっておりますので皆さんお分かりいただきますように重金属はありませんし変色も起こしません臨床というものは知識とそして優れた歯科材料によって成り立ちます 私は勉強が嫌いですから知識はこういった頭のいい先生から教えていただきます。そして、えー、歯科材料は残念ながら頑張って貯金をしなくてはいけません。しかしお金で買えないものがあります。それは技術です。えー、この技術を磨くことによって歯科臨床は成功に近づきます。そしてこのテクニックは 必ず科学的でなくてはいけません。科学的であるとはどういうことかと言いますと、それは再現性が高く、誰が行っても同じ結果が出て、またその方法はシステマティックで、毎回同じテクニックが利用できなくてはいけないと考えています。そこで非常に重要な器具がいくつかあります。その一つがマイクロスコープです。えー、私は えー、月星先生の影響を受けて、えー、この機種を購入いたしました、えー、6年ほど使っております、えー、日本国内では約5000台のマイクロスコープが、えー、今普及しており約8%です韓国では約500台と聞きましたどちらの国もまだまだこれからマイクロスコープを普及していかなくてはいけないと思っていますそしてマイクロスコープ下で治療を行うにあたっては器具が繊細なものでなくてはいけません 今日も展示してありますが、斎藤デンタル工業のこちらのファイネス。厚さ0.17ミリの非常に繊細なこのレジン充填器。これを使うと直接複髄が非常に行いやすいです。それではここからケースをお見せしていきます。あごめんなさい。昨年の9月にお越しになった患者さんです。 全支部に複数のレジン充填がありまた多くの二次、えー、カリエスが存在しました電気歯髄診断をしましたところ歯髄の生活反応は左上の一番はすでに失活している状態でした初心時の口腔内写真です、えー、この歯に対してまず左上の一番に関しては感染根幹治療を行い え、オルソ MTA で根幹充填を行いました。その後、えー、インターナルブリーチを行い、そして、コンポジットレジンにて修復をいたしました。えー、左上の一番はすでに修復が完了しており、今日はこの右上の一番のお話をしていきます。顕微強化でレジンを除去していきます。この時にはドイツホリコ社のダイヤモンドバーを用いてレジンを除去していき、 近疹遠疹どちらのレジンもこのダイヤモンドバーで除去をしていきました続いて内部にあります軟化造下室は同じドイツコメット社のタングステンカーバイトバーを用いて切れ味のいいタングステンカーバイトバーを用いて軟化造下室を除去していきましたその結果露水してしまいましたそしてこの露水した この場所に対して、えー、レトロ MTA を充填していきました。こういった作業の時に先ほどのファイネスが非常に便利です。近慎、遠心、どちらの面もレトロ MTA を用いて充填をしていきます。えー、うちのスタッフが言います。なぜ先生、ラバーダムをしないんですか当然だと思います。えー、この当時、私は非常に考えが未熟でしたので、 レジンをを除除去去すするときににラバーダムをせずに除去していたんです今ならおそらくレジンを除去する時点でラバーダムを装着して行っていたと思います非常に今は反省しておりますそしてレトロ MTA 充填から私はいつも15分待ちます初期硬化完了後にこの場所にボンディング剤を塗布しそして内部に レジン重点を行っていくようにしています。えー、初診時、そして、えー、治療後、ここから経過を一応見ております。えー、初診時と治療後、2ヶ月、えー、5ヶ月、9ヶ月、そして今11ヶ月まで経過を見ておりますが、えー、初診の時のデンタルと比較いたしますと、 オルソ MTA で根幹充填を行った左上の1番の根潜部の病変は消失傾向にありますし右上1番の直接腹水を行っている部位を見ていただくとかなり深くまでレトロ MTA を充填しているのがお分かりいただけるかと思いますもちろん髄の生活反応は残っておりますし11ヶ月経った今現在何の症状も出ておりません次のケースです やはり20代の女性です25歳の女性だったと思いますが全歯、えー、部の神秘的な回復を希望して来院されました、えー、初心時のデンタル X 線写真ですそしてやはり同じように電気止髄診断を行います速報から見ておりますこのような状態です、えー、絶足面管を見ていきます 非常に多くの、えー、カリエスが存在することがわかると思いますこういったカリエスを除去していく時には私はいつも、えー、右色検知液を使うようにしています、えー、右色検知液の中には色が染まりすぎるものもありますので最近は、えー、ポリプロピレングリコール溶液の右色検知液を使うようにしておりますそして実際の手技です 先ほどと同じような主義をしていきます。まず、ダイヤモンドバーで表面のエナメル質を削っていき、内部の軟化増下質に対するアプローチは、やはりタングステンカーバイトバーを用いて、これを除去していきます。その結果、小さく露水してきました。この露水したところに対するアプローチを考えます。ここに MTA セメントを充填するんですが、 あの小さな穴に対して MTA セメントを充填するのは非常に難しいわけです。なので一番最初の症例、私が失敗したのはそこでないかと考えたわけです。ここで一つある実験をしました。厚さ1.5ミリのアクリル板を買ってきました。そこに直径1ミリと直径1.8ミリの穴を開けました。そしてそこに対して レトロ MTA を充填していきました力を入れて押し込んでいますそしてこちらの1 8ミリの穴の方にもレトロ MTA を充填していきますその結果これを裏返して見てみると小さな穴を開けた方はレトロ MTA が途中までしか入っていませんが大きな穴を開けた方は奥まで入っているわけです そこで私は考えました。ある程度、この穴を大きくしてあげた方が作業がしやすいんではないかと、このように考えたわけです。実際の主義を見ていきます。ダイヤモンドバーを用いて、少しこの穴を拡大していきます。この時に、決してバーを奥に進めないことです。子水の組織を傷つけないようにして、 出血が最小限であることを確認しながら慎重に広げていき少しこの広がった場所に対して MTA セメントを充填していくこのようにすれば術式としては非常に簡単になりますそして押し込んであげる MTA セメントを置いて押し込んであげるわけですこのようなことをして確実に脂髄が露出した部位を封鎖してあげようと考えました さてここで一つ考えますこの後やはりレジンによる修復を考えるんですがここでボンディングをどうやって扱おうかボンディング剤をどうやって扱おうかと考えました2012年に発表されたこのような文献を見つけてきました彼らの実験ではアクリルでできた筒の中に MTA セメントを充填しそこに対してこの MTA セメント充填直後に ボンディング処理をし、レジンを接着したもの、45分経過してから接着したもの、そして24時間経過してから接着したものの3つを用意して、そのそれぞれの接着強さを測定いたしました。この研究結果では、それぞれの接着強さはこのようなデータになりました。ここから言えることは、MTA セメントが硬化する前に、レジンを 重点した方が MTA とレジンの接着はより強固になることが言えますそもそもセメントというものがどうやって硬くなるのかそこのお話をいたしますセメントの下流ですこの下流がある場所に水が触れますとこのセメントの下流の表面から針のような形をした結晶構造が出てきます この針のような結晶構造が絡み合うことによってセメントが硬くなるこのように言われておりこの水がより多く供給されるとこのニードルクリスタルはより大きく成長すると言われておりますこちらは工業界のセメントの、えー、ある研究データですがより多くの水を長期間供給したものの方が強度が増しているというこういったデータがありました こういうものが信じられないので、私はやはり院内で簡易的な実験をしてみました。えー、こういった密封容器を用意して、その容器の中の湿度を100%に保ちます。そして、硬化したレトロ MTA を放置。また、あるレトロ MTA は水の中に沈めました。そしてもう一つのレトロ MTA は、えー、濡れたガーゼで包みました。 このように保管したレトロ MTA を、えー、このプッシュゲージという機械で圧力をかけて破壊してみました。これオークションで買ったんです。えー、プッシュゲージで破壊してみました。その結果、その破壊強度を簡易的にですが調べてみたところこのようなデータになりました。やはり 初期効果終了後に多くの水が供給されたものの方がより硬くなることが分かりましたそこで私は、えー、レトロ MTA を充填した後大体15分から20分間濡れた免球をその場所に置くようにしておりますここまでの説明で MTA セメントと水との関係は良好であるということが皆さんご理解いただけたかと思いますしかしながら 皆さんご存知のように、ボンディング剤と水との関係はあまりよくありません。そこで私はある選択を迫られるわけです。ボンディング剤を塗布する対象を MTA にするのか、それともデンティ菌にするのかを決めなくてはいけないわけです。私の中での結論は、デンティ菌に対する接着力を優先したいという結論に至りました。 そこで先ほどのスライドですが15分経過しましたらこの面球をのけてこの硬化した MTA セメントの、えー、表面を削り取ってあげてそこに対してボンディング材を塗布してそしてコンポジットレジン充填をしようこうやってレジンの接着面積電 T に対する接着面積を広く取ろうと考えました。 実際の手技ですサイ藤デンタル工業のこのファイネスを用いて慎重に MTA セメントを充填していきます先ほどの丸い器具はアメリカコスメデント社のレジン充填器そういったものも併用していきますそして15分経過しましたらこの表面の MTA セメントをタングステンカーバイトバーで削除していき 新鮮な造牙質の面を露出させてあげそこにボンディング剤を塗布しそして内部にレジン充填を行っていきましたこのような治療法を行って彼女の全身は神秘的に修復を完了いたしましたえ治療後のデンタル X 線写真ですがこうやってご覧いただきますと 非常に深くまで MTA セメントが入っていることがお分かりいただけるかと思いますがこの状態でも何の問題もなく電気止髄診断も問題ありませんしその他の痛みなども一切なく今過ごしておりますまさに今経過を見ているところでありますダイレクトパルプキャッピングの最後の症例です 20代半ばのある男性です。えー、来年の1月に結婚式があるので、それまでに前輪をきれいに直してほしいと言われました。えー、初心時の口腔内写真ですが、非常に多くのカリエスが存在しており、デンタル X 線写真を見ても、非常に多くのカリエスがあることがすぐ把握できます。そして、歯髄の生活反応を調べましたら、このようになっていました。右上の2番は、 生活反応がありませんでしたが他の歯は生活反応がありました今回この左上の2番について見ていきますタングステンカーバイトバーを用いて軟化増下質を除去していきます露水することはほぼ確実に分かっておりましたので露水する場所以外の軟化増下質は確実に取っておきます確実に取っておきますそしてわずかに露水してきたのでこの場所を 広げていきます赤く見えているということはおそらく露水をしているということだと僕は考えていますこのような状態になりましたここをスチル写真で拡大して見ていきますご覧いただけますように非常に小さな毛細血管が多数見られます滴髄の炎症が起きていたらこの毛細血管はこんなにきれいには見えないと思います この毛細血管がきれいに見えている脂髄を何とか残したいという思いで私はここにレトロ MTA を充填していきますやり方は先ほどと同じですレジン充填器を用いてレトロ MTA を圧をかけて押し込んでいきますそして15分経過後にレトロ MTA の表面を削って 新鮮な造下質を露出させますそしてこの新鮮な造形質の面に対してボンディング剤を塗布してコンポジットレジンにて修復を行っていきますこうやって、えー、彼の前歯は神秘的に修復を行っていきました 今このような状態ですまだ治療は進行中です初心時のデンタル X 線写真と、えー、多くのレトロ MTA を用いて多くの直接腹髄を行ったデンタル X 線写真です非常に深くまでレトロ MTA が入っていますが何の歯髄症状も起こしていませんもちろん歯髄は 生活反応を示しておりますレトロ MTA に出会って私の臨床は今少しずつ変わりつつありますもしかすると、えー、抜髄する歯はどんどん減るかもしれませんしかし私にはもう一つの願いがあります抜歯する歯を減らしたいという思いがありますここで紹介するのはオルソ MTA を用いたケースです今日はそれを2、えー、つ紹介したいと思います 30歳の男性です。初心時の口腔内写真です。右上の一番が非常に痛いということでいらっしゃいました。この右上一番のデンタル X 線写真を撮るとこのような状態です。非常に大きな透過像が確認できました。初心時の CT 画像です。根線部の骨は 心側から口外側にかけて完全に失われており彼が話をするたびにこの歯が揺れるようなそういう状態が確認できました彼が、えー、以前の歯科医院で受けた治療計画はこの歯を抜歯してそして、えー、タイタニウムのメンブレンを用いて GBR を行ってそして インンプラント治療を行うこのような計画でした私もこのような治療を行うことはありますしかし今回はこの歯に対しては私は水酸化カルシウム製剤を用いて根幹治療を行おうと決意をいたしましたその理由は歯周ポケットが存在しなかったことと動揺しているこの歯は 光合のコントロールをすることで管理ができると考えたからです1年2か月間長期にわたって跳躍をいたしました本来水酸化カルシウム製剤を長期にわたって跳躍すると増下質が弱くなるということが知られていますがこの時私はそのようなことを考えることはできませんでした1年2か月後ですの骨が 回復してきました。そして、この時に私は、この歯は残せると決断をして、根幹重点を行いました。この時にはプロルート MT を用いました。そこからわずか3ヶ月後です。わずか3ヶ月後に、日曜日のお昼に電話がかかってきました。ものすごく痛いと電話がかかってきましたので、 私は日曜日でしたが彼の元にすぐ駆けつけましてすぐにデンタル X 線写真を撮りましたが分かりません何が問題か分かりませんそしてマイクロスコープで根幹内を観察しましたそうしますと黒く変色した MTA と白い部分が存在しましたここを触っていこうと決意しました小さなエキスカベーターを用いて この黒く変色している MTA を触りますと非常に硬いんです。しかし先ほど示しましたあの白い部分は非常に柔らかいんです。触ると崩れてくるんです。そして触っていくとこの後注目してください。排納してきました。これはセメントの効果不良が原因で マイクロリーケージができてしまったんではないかとそのように私は考えました MTA セメントの封鎖性封鎖能力については、えー、非常に優秀であるという報告は多数存在していますしかし私が注目したのは MTA セメントの連話混ぜる行為ここでありますえー このようなタイプの MTA セメントの場合、うちのスタッフがこれは今練っていますが、水と粉を混ぜます。そして粉が足りない。もう少し多くの粉を混ぜましょう。そうすると今度は、水が足りない。水を混ぜると、もっと粉が足りない。慌ててまた粉を足します。えー、このようなことが、 日常臨床ででではは行われているんではないるなしょうか。このムービーのために一袋捨てちゃったんですがこうやって混ぜた MTA は均一に混ざっている部分と均一に混ざっていない部分ができてしまいますこの時点で私はすでに MTA セメントを信じることができなくなっていましたので 固まっていなかった MTA セメントを除去した部位はガッタパーチャーポイントを用いて根幹充填を行いました。ここまでをまとめてみます。これが2回目の根幹充填です。初心時から長期間の根幹調薬を行いました。そして1度目の根幹充填をしました。わずか3ヶ月後に再発しました。そして2度目の根幹充填を行い、 昨年の1月の CT 像ですが安定している状態になりました。しかし、去年の8月、再び痛みを伴って患者さんがいらっしゃいました。去年の1月のデンタル X 線写真と比較しますと、根尖部のこの透過像が大きくなってきているように感じました。ここで再び 根幹治療を行うべきなんでしょうか CT 画像を比較しますと初診と昨年の1月では全く違いますここに骨が再生していますそこで私は外科治療に踏み切りました外科的に根線部の双波を行いそして 逆根幹重点が行いやすいように歯根の形態を整えていきますそして内部を観察していきますこの内部の状態は、えー、プロルート MTA が左側に残っており右側がガッタパーチャーポイントですが今このような状態でありこのガッタパーチャーポイントを超音波の器具を用いて 除去していきました、えー、まだ、えー、ガッタパチャポイントは残っていますがこの上から MTA を用いて、えー、覆いかぶせて封印してしまおうと考えましたこのような治療を行いました術後10日目に糸を取りますそして術後3週間その時のデンタル X 線写真ですそして術後 3ヶ月昨年の MTA フォーラムではここまでの映像をお見せしたと思います今日はこの続きをお見せします術後6ヶ月です回復傾向にありますそして術後1年3ヶ月が今経過しています回復傾向にありますこの CT 像を見てみます 昨年の1月の時点の CT 像ですそして外科処置を行い昨年の MTA フォーラムでお見せしたのがこの像ですそこから今年の2月6月そして11月、えー、非常に順調に回復しているのが分かるかと思います まだこのケース、これから追跡していこうと思っています。そして最後のケースです、えー、これも若,い男性あ若くはないかな、えーと、僕と同い年の男性です、えー、38歳、9歳ぐらいの男性になります。えー、右上の2番にテンポラリークラウンが装着されている状態で、えー、私のもとにやってきました。 初心時のデンタル、X、線写真です。あまり丁寧ではない根幹治療が施されている歯です初心時の CT 像ですあまり丁寧ではないのがお分かりいただけるかと思いますええー、歯根の口外側にも大きな透過像がありました私は、えー、いつも根幹治療を行うときには研究的培養というものを行います この研究培養試験というものの信頼性がそれほど高くないとも言われていますが患者さんと相互に根幹重点のタイミングを決めるときにこれを利用しております初心時根幹内から細菌が検出されそこに対して水酸化カルシウム製剤を用いたり時には抗生剤を用いてそして3ヶ月後に調べますと 根幹内の細菌がいなくなっていましたので、相互に、えー、お互いに、えー、今日を根幹充填の日にしましょうと決めていくことができるわけです。そして、初心から4ヶ月目に根幹充填を行いました。この時、根幹充填は、えー、私はいつも軟買ったパーチャーポイント、軟買ったパーチャーを用います。 そしてメインの根幹は軟化型パーチャーで充填をしパーフォレーションしている部位に関してはこの時はオルソ MTA を用いましたしかし先ほど MTA は混ぜる作業に疑問が残るということを説明いたしましたこのようになってしまうということを説明したと思いますオルソ MTA は小さな容器の中で混ぜる作業を行います この作業に対しても私は疑問がありました。そこで工事現場を通りかかったときにこういうものを見つけました。工事現場ではセメントを混ぜるときに機械を使って混ぜています。このアイデアをオルソ MTA に使おうと考えました。根幹内の洗浄に使うサブソニック振動の器具を用いましてそれをこの容器の中に入れていき 内部で攪拌しますそうすると容器の先端部分の MTA セメントの粉末もきれいに混ざるのが確認できましたこの方法を用いることによりこのように均一に混ざった MTA セメントが手に入るわけですこの時点で私のオルソ m t a に対する疑問は 完全に拭うことができました。そして根幹充填をして、えー、これ6ヶ月経過しております。えー、初診から6ヶ月経過しておりますが、えー、刺繍状態も安定しておりましたので、この状態で、えー、今日、印象採得をしていこうと決めまして、刺繍組織を見ていました。その時に、プロービングをしましたところ、 1箇所だけ6ミリのポケットがあり出血があることが確認されましたこれは口外酵というものです口外酵が存在する歯は歯周組織に悪影響が及びやすいということが言われておりますまた様々ままなケースリポートが発表されておりこの場所に限局した歯周炎に対して 多くの歯科医師がオドントプラスティまたは GTR を併用した治療を行っていることを発見いたしました私自身も2010年に日本の学会で発表させていただきましたがこの患者さんは口外側に6ミリのポケットがありましたここに対してフラップを開けていきましてこの口外口に対して オドントプラスティを行って初心時の時この状態だったのを2年経過後ですが歯周組織が安定した状態に持っていくことが成功しましたこのような経験がありましたので今回のこの患者さんも同じような治療をしようと考えましたせっかく外科処置を行うので根線部のガッタパーチャーを除去したいという思いがあり 残りの時間でオドントプラスティをしようと考え約1時間半の手術時間を確保いたしましたそしてまず根尖部のガッタパーチャーを除去していきますここには多くの不良肉毛も存在しましたのでその不良肉毛も除去していき子根の抗外側にあるこのわずかな不良肉毛さえも丁寧に除去を行っていきますそしてこの当時私は えー、骨補填剤を用いておりました、えー、この場所に対して骨補填剤を入れてそして、えー、オペを終了していましたさて、えー、これ取り出した不良肉毛ですが観察していきますと多くの炎症性の細胞が認められましたそして口外側の手術に入っていきますフラップを開けていきましてこのグルーブの場所を きれいに掃除していきます。そうしますと、このグルーブの形態が明らかになります。この歯にクラウンを装着していたら大変なことになっていました。こんな形態です。さて、ここに対して私はオドントプラスティという計画を立てていましたが、これオドントプラスティをしても、このグルーブはおそらく残りそうです。と言って、 この歯に対してこのグルーブをレジン充填で埋めるという作業も非常に難しそうです。そこで私が考えたのはその2つの方法をミックスしようということです。このグルーブを広げていきました。そしてここの場所にレジン充填を行っていきました。この表面をどうやって研磨するのか。 根面をどうやって研磨するのか。ここでもう一つ皆さんに紹介したい道具がありますそれがプロフィンという道具です。これは、えー、シロナ社のプロフィンという道具ですがダイヤモンドコーティングされたチップが前後に0 4ミリのストロークで往復運動しますそれによりシリンダー型のバーでは不可能であった繊細な研磨が可能になります この根面のレジンを研磨していきますそして縫合して手術を終了します手術から2.5か月経過した時点です刺繍組織は安定していましたこの状態での刺繍ポケットはこのような状態です非常に安定していましたのでこのままクラウンを装着していきました初心時の 口腔内写真そして1年後ですこれは手術から1年後です、ね、そして手術後1年4か月手術後2年1か月今経過を見ております口外側から見ていきます手術前です手術後1年後1年4か月そして今2年1か月経過を見ております 歯周組織の状態は非常に安定しているのがお分かりいただけるかと思いますデンタル X 線写真をお見せいたしますと2ヶ月後7ヶ月後そして2年1ヶ月経過後です最後に CT 像をお見せいたしますこれが最初の初心時の時の CT 像であり7.5ヶ月後そして 2年1か月後ですがここで皆さんに注目していただきたいのは子根の表面に薄くできたこの骨です骨が再生している可能性があります私は日本の地方都市の、えー、一開業医であります専門医ではありませんので全ての治療を えー、網羅はしていますがあまり高い技術では行うことができませんさまざまな機会に助けられそして知識と技術を駆使してなんとか一本の歯を守っております、えー、あと私は、えー、自分たちで小さな勉強会をやっておりますこの勉強会の人たちは治療の アプローチは違いますが皆同じ目的を持って治療を日々行っております今日もこの勉強会の仲間たちがともに韓国まで来てくれました集合写真に一人写れなかった人がいまして、えー、混ぜましたが <laughs>、はいえー、このようにあの彼らが一緒に来てくれたことで私にとっては非常に心強いです 彼らに対して、えー、ここで感謝の意を表したいと思います。今日は最後までお聞きくださいましてありがとうございました。えー、私 Facebook もやってますので、もしよろしければ Facebook の友達になってください。ありがとうございました。感謝します。